ジェチイン、ドレスデンのイシュタット線は、チェコのウースチー州とドイツのザクセン州を通る、複線電化の鉄道路線である。ザクセン・ウェーメン区に有鉄道線として建設され、プラハとドレスデンを結ぶ幹線として、ヨーロッパでも重要な路線となっている。エルベ川の峡谷を、ジェチインから、バート・サンダウ、ピルナを通って、ドレスデンへ結んでいる。この路線は、 半ヨーロッパネットワークの22号線の一部を形成しており、ヨーロッパ地域開発基金及びドイツ連邦政府からの資金1100万ユーロを投じて2000年から2006年にかけて改良工事が行われた。また、ドレスデンとイスタンブールを結ぶ半ヨーロッパ回廊の4号線の最北端部分でもある。ドイツとチェコを直接結ぶ路線としては唯一の電化路線である。 ベルリンとプラハを結ぶユーロシティが運転されており、一部はブダペストまで運転されている。2時間間隔で運行し、主にドレスデン・フランクフルトの系統で運行している。ドレスデン、ドレスデンのイシュタット間のみ、241号線を走行する。下記の3系統が、1日1往復ずつ運行している。なお、フェニックス号とカノープス号は、アムステルダムチューリヒ方面に限り、 平結運転する。2時間間隔で運行し、主にブダペストプラハゼチーンベルリンハンブルクの系統で運行している。2時間間隔で運行し、主にドレスデンケルンの系統で運行している。ドレスデン、ドレスデンのイシタット間のみ241号線を走行する。区間ごとに運転系統が異なる。以下の5種類が運行されている。毎時1本の運行。 大部分が233号線に直通する。毎時1本の運行。大部分が233号線に直通する。毎時2本の運行だが、半数はピルナイ北の運行で、ピルナシエーナ間は毎時1本の運行となる。ノイスタットイ北は50号線に直通する。毎時2本の運行だが、平日は午前中のみ、空港、ハイデナウ間のみの運行で、休日は、 空港ドレスデン間のみの運航となる。ノイシュタットイ北は233号線に直通する。2時間に1本の運航で、バート・シャンダウイ北は248号線に直通する。このほかドルニージ・レブジェチーン間の区間運航もある。なお、2020年秋に限り、248号線に直通せず、バート・シャンダウ止まりとなる。以下では、 ドイツ国鉄241号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。ありがとうございます。